カブすき焼きチャンネル。はい、どうもカブすき焼きチャンネルです。今回の動画はこちら、中村翔成選手についてまとめてみましたので、ぜひ最後までご覧ください。またこのチャンネルの登録まだの方は登録の方もよろしくお願いいたします。それでは内容に参りましょう。さあ、ということで今回注目するのはですね、7月に一眼昇格ありましたがすぐに抹消してしまったという中村翔成選手についてまとめたいと思います。まあ、このね、短期間での登録抹消とかについてもさまざまな、ね、意見があるかなと思いますので、まあ、個人的な意見もね、まとめたいなと思うんですけど、まあ、まずね、最初に言っておきたいのは、まあ、個人的にはもう中村翔成選手すごく期待している選手ですので、まあ、それもあって、まあ、ちょっとあえてね、厳しい、まあ、評価とかもしたりするんですけど、まあ、根本にはまあ期待しているよというのがありますので、まあ、それは最初にね、伝えておこうかなと思います。はい、でもそんな、ね、中村翔成選手の7月24日時点での今年の1軍と2軍の成績、こちらにまとめています。このシーズンはですね、2軍では好成績を残しているということで、まあ、打率も2割8分8厘ですし、まあ、ASO1 割6分というね、まあ、長打力いいものを見せてくれているというので、まあ、結構普通に結果は残しているというんですけど、まあ、1軍出場はわずか8試合で、打席数も12打席というところで、まあ、ここがねちょっと少ないかなという、ふうに思ったりもします。で、まあ、さっき言った通り ISO をしっかりと長打力でアピールして、ホームランもね4本打っているということで、ここら辺は非常に素晴らしいなというふうに感じております。で、7月の昇格の前にですね、4月にも昇格がありまして、この時には4打数無安打で2軍降格ということで、まあ、ここもね若干少ないんじゃないかなというふうに思われる打席数での2軍降格となってしまっていました。で、7月4日に再度登録されたんですけど、まあ、ここね、まあ重要になってくるポイントの一つがですね、まあ、宇草選手の代理で上がっていたというところですね。まあ、宇草選手が腰痛ということで、まあ、急遽中村翔成選手が2軍の出場試合している途中から呼ばれて1軍再昇格を果たしたということでですね、まあ、今年のカープはね、まあ、基本的には2軍の高監督とか新井打撃コーチから、いいですよというねコメントが、まあ、出るんですけども、それがね見られたら、上がってくるというのが、まあ、一般的なんですけど、まあ、今回の昇格っていうのは、まあ、それがない、もう本当に代わりとして呼ばれたという状況になっていました。ただ、まあ、この昇格の後ですね、まあ、8打席しか与えられずに2軍降格になったということでですね、まあ、いい内容っていうのもあったんですけど、まあ、結果的には打席数あまりもらえずに降格してしまったといったところで、まあ、そこにやっぱり何かね足りないものがあるんじゃないかなというところで、まあ、そこもね見切っていきたいなと思いますし、まあ、この8打席のみでの2軍降格という、まあ、理由ですね、そこが何なのかといったところもねまとめます。はい、ということでですね、まあ、今回8打席のみで、まあ、2軍落ちということで、まあ、チャンスが少ないんじゃないかなという、ね、意見よく見られたので、ね、まずこちらにですね、まあ、中村翔成選手と似たような、ね、立場にいた、まあ、若手と呼ばれる外野の、ね、選手たちの、ね、今シーズンの1打席から、まあ、10打席までの、ね、数字成績をまとめています。まあ、ずらーっと、ね、並べて、まあ、ちょっと見づらいかもしれないんですけど、まあ、こういう風になって、まあ、黄色で、ね、しているところが、まあ、結果を残した打席、まあ、ヒットを、ね、打った打席となっています。で、まずね、まあ、他の若手外野陣もね、見ていきたいんですけど、まあ、まずやっぱ最初の10打席っていうのはね、まあ、スタメンっていうのがやっぱり少なく、ね、なっているっていうのは、まあ、これは本当に中村翔選手だけではないことかなというふうに思います。まあ、ちょっと中村健人選手や中村隆弘選手なんか、まあ、ちょっとスタメンね、ここまで多くなっているっていうのはあるんですけど、まあ、特にそこに関してはですね、まあ、守備のことも関係してます。まあ、中村翔成選手と宇草選手はですね、まあ、ちょっと外野の守備が不安だということもあって、まあ、そういう、ね、選手はやっぱりスタメンで使いづらい、まあ、守備に不安があるということで、まあ、ベンチに待機して代打で起用するっていうのが多くなってるかなと思います。まあ、一方中村健人選手なんかは守備ね非常にうまいのでスタメンも多く、勝ち取ってますし、まあ、中村隆弘選手もねレフトの守備でいいプレーもあったりして、まあ、そういう懸念もないといったところで、スタメン出場も増えているかなというふうに思うんですけど、まあ、基本的にはね最初の10打席っていうのはスタメンも少なくなっています。で、まあ、そんな中でね、まあ、何が違うのかというのをね見ていきたいんですけど、まあ、まずね宇草選手とね比較していくと、宇草選手はですね、まあ、いきなり5打席目で、まあ、タイムリーをね打ってるわけですね。で、そこから、7打席目にもヒットを打って、でそして8打席目ですよ、もうこれホームラン、ケラー投手からホームラン打ったということで、まあ、これはもう一発回答ですね。やっぱり守備に、そういう不安があるという分ね
ね、バッティングでホームランというね、素晴らしい回答をして、くれました。で、中村健人選手も、まあ、10の1ではあるんですけど、まあ、その1本がね、阪神のね、苦手の大竹投手からの1本ということで、これも本当に、大きな大きなアピールになったということで、最終的には今、打率ね、中村奨成選手と一緒ではあるんですけど、まあ、守備もうまいというところもあったり、こういうね、一発回答したということで、2倍の打席をもらえてます。で、中村隆弘選手ね、ここまで一発こそないんですけど、まあ、本当にフルスイングで、いいものを見せてますし、もう3試合連続ヒット中ということで、まあ、コンスタントに結果を出しています。ではね、中村奨成選手どうだったのかというと、まあ、10打席で、まあ、ヒットがね、わずか1本のみなんですね。まあ、この1本が、まあ、高橋宏斗投手というね、素晴らしいピッチャーから打ったので、まあ、そこはね、評価には値するんですけど、まあ、その他の打席でやっぱり結果が出ていない。で、まあ、あと、植草選手や中村健人選手のようにね、まあ、目に見える一発回答ができていないというのが、やっぱここがね、非常に大きなポイントかなというふうに思います。まあ、なので、ちょっと中村奨成選手だけ、まあ、特別扱いとかで、すぐ落としているというわけではなくてですね、まあ、ちょっと正直なところ言うと、こういうふうに目に見える結果をね、ドカーンと出せなかったっていうのがね、大きいのかなというふうに感じます。とはいえとですね、まあ、8打席で何がわかるのかなというふうにね、思うんですけど、まあ、この8打席のね、内容、今回ね、7月の昇格から抹消までのね、打席内容をね、まあ、詳しくまとめてみました。まずね、まあ、村上投手からはね、カーブを、まあ、いい当たりのセンターフライ、になってますし、まあ、高橋宏斗投手の試合にはスタメンで出て、まあ、センターフライもいい当たりでしたし、まあ、レフト前ヒットなんかはまっすぐを捉えた、いい打球だったということで、しっかりとアピールをしてます。で、また、5打席目の松山投手、中日の松山投手からもですね、まっすぐをいい当たりで打つということで、まあ、こういうふうに内容のね、いい打席を見せてくれて、まあ、非常にね、期待を持たせてくれていました。まあ、ただ、ポイントになったのがですね、やっぱ結果が出ていないというところですよね。まあ、さっきも言ったように、まあ、若手という立場ではあるんですけど、まあ、一発回答が欲しいという、まあ、求められる立場。で、また昇格理由ですよね。まあ、そもそもの昇格理由が、まあ、良かったから上がったんではなくて、あくまでも代理だよというところだったので、まあ、本当も内容ではなくてね、結果が欲しかったなというところでね、まあ、そこでヒットがわずか1本のみだったというのがね、まあ、ちょっと残念なことだったかなと思います。で、さらに言うと、まあ、最後の3打席の内容ですよね。こっからがもうかなり悪かったなというところで、まあ、まず松葉投手の試合ね、まあ、松葉投手なかなか打ちづらいピッチャーではあるんですけど、まあ、2番でスタメン出場したんですけど、まあ、1打席目ね、もう3球三振も本当にもうこれも脳幹のね、3球三振でしたね。まあ、おそらく、その前の試合でですね、中日のバッテリーのね、まあ、初球のまっすぐガンガン打っているんですね。まあ、それもあって中日サイドも、まあ、まあ調整は、もう初球からまっすぐ狙っているなということね、感じ取られたんだと思うんですけど、もう初球ね、変化球で入られて、でまあ、それでもう手出ずにね、カウント一つ稼がれて、でもあっという間に三振したという打席で、まあ、2打席目ですね、7打席目に値する2打席目、ここでもですね、もう最後は本当に当てるだけのね、サードゴロになってしまったというところで、まあ、ここも初球ね、チェンジアップですね、もう真ん中だったんですけど、もうチェンジアップが来て、手が出ずに、でその後のチェンジアップ空振りして、もう最後は 2-2 から、またチェンジアップ引っ掛け当てただけのサードゴロということで、もうまっすぐ狙いっていうのがバレバレだなというようにうまくかわされていたかなという打席が2個続いても、結局ねこの試合はこの2打席で変えられたということで、まあ、本当正直この2つの打席はだいぶひどかったので、変えられて当然かなというね内容でした。で、次に、打席もらえたのが15日の試合ですね。まあ、この試合代打ではあるんですけど、5回、2アウトランナーなしで安田投手に代わる代打としてバッターボックス、向かいました。で、先発浜口投手といったところで2ボールナッシングになったんですね。で、2ボールナッシングになった後、1球ね若干甘いまっすぐ来たんですけど、まあ、これをねあっさりと見逃しするんですね。で、次ファールにして2-2になってから、最後は、力ないセカンドフライといったところで、まあ、やっぱりね結果が求められるだけに2ノーからの1球っていうのはね、本当にまあ甘い、まあ、難しいボールでなかったので、まあ、思いっきりねフルスイング仕掛けてほしかったなというところで、まあ、そういう積極性
ができなかったというところで、まあ、それは多分ね、今の立場からするとガツガツ言ってほしいという中で、まあ、マイナスの、ところに移ってしまったんじゃないかなと思いますし、まあ、しかもここね、おそらくヒット出ていたら次がね、秋山選手なので、まあ、秋山選手のところにね、ピッチャー入れて、で中村翔成そのまま守備に使わせるということもできたんですけど、まあ、ここで中村翔成選手がね、アウトになったがゆえに、もう次が秋山選手から始まるので、わざわざ中村翔成選手の起こす意味がないといったところで、まあ、変えられたというところがあって、まあ、ここ多分自分がヒット打っていればね、途中からそのまま守備つけたと思うんですけど、まあ、そういうところで、まあ、結果を残すことができなかったといったところでね、まあ、ちょっと正直最後の3打席の内容がかなりね、印象悪かったなというふうにはね、思ってます。そしてその他言われるのがね、まあ、ベテランより優先すべきかといったところで、まあ、松山選手やね、堂林選手、田中康介選手と、まあ、比較してね、もう中村翔選手使えよというね、まあ、意見もよく見ます。まあ、正直、このね、ベテランの3選手は、ちょっと打撃がね、直近良くないので、まあ、個人的にもまあ、2軍調整とかしていいのかな、した方がいいのかなっていうのは思うんですけど、まあ、ただそこでね、名前出るのが、中村翔選手で合ってるのかなっていうのがね、まあ、ちょっと疑問なんですね。まあ、ここの選手たちと比較するのはなんか違うかなと個人的には思ってまして、まあ、正直今年齢とかね、でいうと真ん中村翔選手がそりゃまあいいかなとは思うんですけど、まあ、正直最後の3打席の内容が悪かったようにですね、まあ、中村翔選手も結果が出ていないので、まあ、他の3選手とね、まあ結果打撃の期待値っていうのは変わらないと思います。まあ、年齢とね、まあ、ドライチっていうのと、まあ、なんか雰囲気があるっていうだけで、まあ、そういうまあ根拠のないところだけで、まあ、ちょっと期待値は先行しているかなというふうには思います。で、まあ、他のところですよね。まあ、野球ってやっぱ打つだけじゃないので、まあ、他も大事になってくるというところで、まあ、堂林選手はとか田中選手はね、まあ、守備がね、やっぱうまい。ファーストだとね、守備うまいので、まあ、そこがまあ使い勝手いいですし、まあ、バントもね、堂林選手うまいので、まあ、そういったところでも使えるというのがあるのでね、まあ、仮に代打で使ったとしてもそのまま守備につかせて無駄に選手使うことが必要ない。まあ、一方で中村翔成選手をね代打で使ったら、まあ、ほぼほぼね守備で肯定しないといけなくなってしまいますので、まあ、そこでまた選手使ったりしないといけないといったところでね、まあ、やっぱりそこら辺のね、まあ起用しやすさっていうと、まあ、中村翔成選手がねちょっと遅れてるなという面はね、あります。で、まあ、誰と比較すればいいのかというと、まあ、スタメンで出るということに、ねなると思いますので、となると、まあ、上本選手やシャイナー選手かなというふうに思います。まあ、この2人の選手、まあ、特にねレフトについている上本選手ですよね。まあ、ここと比較になると思うんですけど、まあ、ここで翔成選手がね結果を残して勝っていれば、もう中村翔成選手がレフトになって、まあ、上本選手が2軍とかになってたと思うんですけど、まあ、ここのね競争に負けたというのもね一つあるかなと思います。まあ、なのでこのベテラン3選手と比較したところでね、まあ、この3選手誰か落としたとしても、中村翔成選手の使い道はまあ代打しかなくなってしまいますので、まあ、そうなるとやっぱり経験もなかったり、まあ、そういった使い勝手考えるとちょっと難しくなるのかなといったところで、比較するんであれば上本選手やシャイナー選手かなというところで、まあ、そこのね2人にも比較するとやっぱり結果は残せてないので、まあ、仕方ない面はあるかなと思います。で、まあ、個人的にねこのベテランさん選手は、まあ、末金選手が復帰したら、まあ、おそらく堂林選手ね、落ちるだろうと思いますし、まあ、林選手非常にね今状態いいと思っていますので、まあ、林選手をね昇格させて1回松山選手、を抹消させて、調整させるっていうのはね、まあ、非常にいいとは思うので、まあ、そこら辺はやっぱ必要だと思うんですけど、まあ、ちょっと比較対象として上がる名前が中村翔成選手っていうのは、まあ、ちょっと違うのかなというふうにね、個人的にはね思っています。ではですね、まあ、抹消されたということでね、まあ、ここで終わるのかどうかといったところで、まあ、今後のね課題についてなんですけど、まず一つやっぱ守備面の向上といったところですよね。まあ、今シーズンはまあボール打点のね環境といったこともあって、まあ、新井監督も不本意ではあるけど守り活躍にシフトしているということはもう明言していますし、まあ、そういうのも実際ね見ていたら分かります。なのでもう例年以上に外野陣も守備力がね求められているかなというふうに感じます。まあ、中日戦のね3戦目のスタメン2打席で変えられたんですけども、ここはそういうの守備面もね関係しているかなと思います。まあ、どうせ得点できないなら早いところから大森選手入れとこうといったところもあって変えられたっていうのは一つあるのかなというふうにね思いますので、この守備力の向上っていうのは一つ大事です。で、まあ、2軍のね指標ユゼットアロとか見ると、まあそこまでね悪くはないんですけど、まあただね良くもないということで、まあ2軍のねユゼットアロなので比較対象が考えると、まあそんなに当てにならないのかなというふうにもありますし、まあやっぱりちょっと球際とかね、まあ飛び込んだりするんですけど、まあそこで取り切れないという
というのもあったりして、まあ、広い球場では起用しづらいというのはやっぱりあるのかなと思いますね。まあ、ここら辺はやっぱり、まあ、データも大事ですけど、プロの目で見るというところで、まあ、2軍からもね、そこら辺の守備や課題というのがおそらく、伝達されていると思うので、まあ、そういったところもあって使われてないというのがあるのかなと思うので、まあ、今後ね、出場機会をやっぱり多く獲得するといったところになれば、守備力の向上ですね。まあ、逆に言えば守備が良くなればね、その分若干打てなくてもね、使ってもらえるということが増えてきますので、まあ、ここは一つ重要なポイントかなと思います。でもう一つバッティングで言うと、まあ、直球以外への対応力を上げるということで、まあ、ちょっと矛盾になるかもしれないんですけど、まあ、その直球をね、完璧に仕留める力もつけてほしいなといったところでね、本当対松葉投手の時は本当変化球へのね、脆さをね、露呈していました。まあ、正直高橋宏斗投手から打ったり松山投手から打ったのは本当もう初球ね、まっすぐに山張って、それがたまたま来てもう満振りしていいだけになったというところもね、若干考えられますので、本当に松葉投手とかいうピッチャーが来たらもう初球からね、変化球来るといったところで、そこへのね、対応ができていなかったように感じましたので、まあ、そういった変化球をね、まあ、どうやって仕留めるか、カットするかといったところが課題になるかなと思いますので、まあ、ここね、2軍でしっかりとね、取り組んでもらいたいポイントになっていきます。でもう一つが、まあ、直球ですよね。直球、まあ、1軍の本当高いレベルのピッチャーから捉えた当たりっていうのはね、多かったので、まあ、そこはやっぱ力はあるんだとは思いますが、まあ、結果ね、野手の正面だったりといったところで、まあ、仕留めきれていないところはあるので、ね、まあ、そこは、まあ、いい当たりではあったんですけど、まあ、一つ課題になってくるのかなと思います。で、まあ、2軍でね、このまっすぐに対応する、まあ、得点のね、指標もあるんですけども、それ見るともマイナスに、ね、なってるといったところで、まあ、若干ではあるんですけど、まあ、ここのね、指標がまあプラスになってくる、しっかりとまっすぐを仕留め切れるというように、ね、なる必要もあるかなというふうに思うので、まあ、バッティングもちろんね、期待値は高いんですけども、こういうふうにまだまだ課題はね、あるかなというふうに感じています。でもう一つがもう精神面の成長といったところですね。一発回答できる力がね、必要かなというところで、まあ、高監督から今年ね、多く上がってるのが、もうチャンスで打てるかどうかだぞと、あと一軍レベルのピッチャーに打てるかどうかだぞというね、課題をね、与えられています。まあ、本当に、いいバッティングしてるっていうふうに評価はしてるんですけど、まあ、あとはチャンスで打てるかどうかだよね、みたいなコメントもあるので、まあ、そういうチャンス、まあ、プレッシャーがかかる場面で、打てるかどうかっていうのを一つ注目されてるのかと思います。で、もう一つね、気になるのが、まあ、福地コーチのね、この記事ですね、6月末か7月頭にね、出た記事にあったんですけど、まあ、とんでもない能力は認めてるけど、まあ、全体的に隙があると。で、まあ、ここで、シーズン途中で隙が出るといったところは気持ちも変わってないというね、言葉がコーチからシーズン中出るっていうのはね、まあ、珍しいですよね。結構厳しいことね、言われると思いますので、まあ、こういう言葉が出てくるといったところはね、まあ、このシーズン始まって何か首脳陣が感じるものがあったのかなというふうに思いますし、まあ、2月の気持ちを取り戻してほしいと、僕らは諦めてないという言葉もね、ありましたので、まあ、ここら辺がやっぱりね、一つポイントにはなっているのかなというふうに思います。まあ、こういうふうにやっぱりまだ精神的に隙があるっていうところもありまして、まあ、一発回答させるためにね、まあ、あえて一軍でも出場機会を与えていないという可能性もね、あるかなと思います。まあ、多分、出番あるぞというふうにやっていればね、なかなか、成長しない、気が緩んでしまうというね、ことも考えられるので、もうチャンスないんだぞということをね、あえて知らせて、でそういったね、中で、結果を残すということをね、求めてるんだと思います。なので、まあ、結果も出てないのに若いし期待が持てるというだけでね、もう漫然と起用するのは、まあ、本人のためでもないのかなというのが、まあ、首脳陣の、判断なのかなというふうにはね、思いますので、まあ、ちょっとそこら辺はね、本当外野の、ね、人間なのでわからないんですけど、まあ、ちょっとこのね、福地コーチの記事っていうのが非常に印象的で、まあ、過去にもね、東出コーチから、まあ、3年目とかになるのにまだね、体重を増やせといって、その体重になってないという、まあ、ちょっと甘さがね、指摘されているという部分もね、ありましたので、まあ、そういったところが一つね、ポイントになるのかなと思いますので、まあ、本当にもう後がないという気持ちで、で、まあ、そこでね、焦るんじゃなくて、やってきたものを出すということが求められているかなと感じてます。はい、ということでまとめになるんですけどね、まあ、中村俊輔選手のこれまでの数字ね、まあ、本当に2軍ではもう素晴らしいものをね、残しています。まあ、今シーズンはここまで1軍でね、あまり出番はもらえていませんが、まあ、本当にもう持っているものはね、本物で期待もね、大きいです。でも2軍ではまあ本当にもうやれることっていうのはほとんどね、やれてますので、まあ、さっき言ったようなまっすぐを確実に仕留める力だったり、まあ、1軍レベルのピッチャーと戦うという機会もあるので、まあ、そういった時にね、まっすぐも打つこともですけど、まあ、それ以外の変化球
ですね、そこへの対応がしっかりできるかどうかというのもね、ポイントになってくるかなというふうに思います。で、今年の1軍昇格ね、これチームとしてはやっぱり2軍からの、ね、推薦で決まっているのかなと思いますので、やっぱこの、ね、2軍から推薦が出るかどうかといったところがポイントになるかと思います。なのでさっき言ったような福地コーチのコメントがもう夏場前に出てくるっていうのは相当ね、ちょっと焦りを感じると言いますか、気を引き締めた方がいいんじゃないかなというふうにね感じてますので、そういった姿勢からですよね、しっかりと隙がないぞと、もう変わったなというふうに継続して見せることができる。で、その中で結果を残すということであれば、もう一回ね2軍からいいぞと使ってくれよというね推薦が来ると思いますので、で、そうすればもう大体今年は推薦があって上がったら、ちょっとしたらスタメン使ってもらえますので、そこで、しっかりと宇草選手とかね、中村健人選手、中村隆弘選手のようにもう回答する結果を残すということができれば、もう一気にスタメンつかめるかなと思いますので、本当に期待してます。やっぱ甲子園であんだけ活躍できる選手ですので、そういうね素質はありますし、本当はもう精神面というのもねプレッシャーにも強い選手だと思いますので、でもやっぱ右バッターねカープ欲しい選手なので、もう中村翔成選手が、そこにね入ってきてレギュラーになってくれればね補強の心配もいらなくなるというところもあるので、本当に期待しているのでね、もうなんとか頑張ってほしいというところで、福地コーチのコメントにも表れている通りも諦めてないぞということでね、まだまだ年齢的にもやれる選手だと思いますのでね、そういったところをしっかりと改善してもらいたいなと思います。で、この8打席で落ちたといったところで、本人もね不満あると思うんですけど、ここも一つ試練だと思います。ここで腐るかねどうか、これをね悔しいと思って活躍できるかどうかが本人次第だと思いますので、ちょっとね、夏場にいろいろねインスタでいいねしたりとか、ああいうのはいいとは思うんですけど、今本当にもう今年も野球にねかけるぞというぐらいの姿勢をね見せてもらって、でも8月にもう一回上がるぐらいね、もう2軍でバン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 打ちまくって、首脳陣からもね変わったぞと言わせて1軍に上がって、でそこでホームランを打つという風にしてね、カープの、レギュラーになってほしいと期待してますので、ちょっと厳しいことも言う動画になってしまいましたが、苦しい状況でね頑張ってもらいたいということで、今後の2軍でのまずね活躍に注目したいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。今シーズンここまでなかなか出番のもらえていない中村翔成選手に注目してみました。ポテンシャルは高い選手だと思いますので、様々な課題解決してまた一軍復帰してもらうように期待しましょう。このチャンネルの登録まだの方は登録もよろしくお願いいたします。それではカープの勝利に乗りまして、シャカープ頑張れ。